週末のおすすめポイント西宮渓村、先端の灯台のところまで来ております。ここのポイント、普段ルアーの方多いですが、灯台に向かって左側、このポイントでエビ巻き釣りで羽根続き、結構いいポイントです。エビ巻き釣りおすすめです。ちょっと遠いですけどね。2つ目カーブのテトラが切れるあたり、2つ目カーブを越えたあたりですね。沈みテトラのあるところあたりもいいですし、テトラの上からでもいいです。エビ巻き釣りと深瀬釣り、ジムハネ、最近特に好調です。おすすめです。テトラの穴釣りも面白いです。できるだけ深い穴を探っていきます。魚はガシラ、アイナメが狙えます。少々風があっても、できる釣りなんでおすすめです。次に2つ目のカーブの手前、テトラが始まるあたりの切れ目ですね。ここもいいポイントです。最近も生後羽根、チヌ釣れてます。ここは、カーブとカーブの真ん中あたりで潮が全然動かなくてもある程度動くという、いいポイントです。チャンスが多いです。その近くの内向きで深瀬釣りで今季結構チヌが浅いたので、釣れてます。玄関機に1回止まりましたけれども、またちょっと気温上がってきたらチャンスあると思います。内向きでもう連発するんでびっくりすることがよくあります。深瀬釣りです。棚ふたひろ、カーブとカーブのど真ん中の外向きです。ここはエビ巻き釣りの定番のポイントです。ちょっと周りよりも深くなってますんで、羽根チヌが集まる傾向あり、竿を2本ほど置きで6メートルの水深です。1つ目のカーブのテトラ側、ここは深瀬釣りでもエビ巻き釣りでも人気のポイントです。広い範囲に沈みテトラが入ってます。ずっとあそこら辺まで沈みテトラがありまして、そこはガタガタ、水深は2メートルから6メートル、面白いポイントです。入り口のポイントです。ここも冬場は厳しいですけど、春先に羽根爆張することがあります。あそこら辺もいいですし、こちら側その辺りまで結構羽根爆張のすることがございます。若干遠投の方がいいんですけども、ズボ釣りのエビ巻きのズボ釣りでも高調化が出たこともあります。壁際も羽根チヌついてることあります。また回遊してくることもあります。